プロデューサーの皆さんお疲れさんです。シキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はですね、フェスが来たーず、はい、そういう感じでね、今日フェスのガシャちょっとね、今んとこね、タワとジュエルが残念なことに10連と、まあ、あと優勝ジュエル1回分の11連しか今日回せないんですけどね、まあ、明日月変わったらひょっとしたらフェス追加で回すかもしれません。ということで ね、ちょっと今日は少ないですけどね、フェスガシャ回していきたいと思います。ということで、いつもガシャ回す時のあのおまじないからいきましょう。お願いします。なかなか出ない。あ、来た来た。はい、ということでガシャ行きましょう。今日からフェスですね。はい、おっと、あ、ちょっとだけこれ画面変わってる。なんかシャニマスって感じのイベントになってますね。アップデートで新しくなってます。ちょっとアイドル紹介も見やすくなったなで、今回来てる限定アイドル、フェス限定アイドル一人目は SS レアプロミネンスブライト工場カレン来ております。こちらの方はですね、ダンス特化型センター効果レゾナンスステップ5種類の特技牽制時ダンスアピール値のみ適用し、すべての効果が重複時に加算。あ、新しい特技ですね、これ。結構強力なんじゃないでしょうかね。そして、きらめきの地震。7秒前、高確率でわずかな間、ユニットのダンスアピール値が多いほど、パーフェクトのスコアスアップとなっております。こうなっております。こんな機能もついたんですね。お、これは便利便利。お、素晴らしい。これどうやって戻るんだ？続きまして、もう一人のアイドルが、トゥルードリーム、北ひなこ来ております。こちら、ボーカル特化型ですね。センター効果レゾナンスボイス5種類の特技発動値ボーカルアピール値のみ適用し、すべての特技が重複時に加算。ダンスバージョンとボーカルバージョンですね。ねえ、心理特技の特技、思い描いた場所7秒前高確率でわずかな間ユニットのボーカル値が多いほどパーフェクトのスコアアップとなっております。特技はこんな感じですね。こちらもちょっと見てみましょうか。ひなこらしいお姫様らしい衣装ですね。ね、ということでね、1日1回60ガシャから引いていきたいと思います。フェスだからちょっと期待しちゃうんだけどね。どうなんでしょうね。1、2、3、4、5。では、行きたいと思います。さあ、どうなるでしょう。最近ちょっと運落ちてるからね。どうなるかね。よいしょ。フェスですね。フェスだからといって、なかなか。はい、しのぶでした。ではね。もう大事な大事な、今日は大事な大事な10連です。いきたいと思います。フェス全滅ってこともありえるからね。どうなんでしょうね。1、2、3、4、5。お願いいたします。
どうなんでしょう。このロードがわからない。お願いじゃ。あ、確定きた。よっしゃよっしゃラッキー、よっしゃ、はあ、お願いします。フェス様ありがとうございます。ということで行きたいと思います。新規なら嬉しいんですけどね。よいしょ。お、1枚誰でしょうね。メアリー、メイコさん、ニナちゃん、ではお願いします。新規お願いします。誰？お、メアリーちゃんだった。わお、新規レッツイットキュート、メアリーコクラちゃん来た。コクラちゃんゲット、よっしゃ新規、よっしゃ、あーよかった。ミレイちゃん、ヤスハ、サクラ、アンズ、アキ軍曹、そしてラストが、おっと、アコちゃんです。おお、よかったー。はい、ということでメアリーちゃんですね。あ、うん、ボーカル特化型パッションボイス、パッションアイドルのアピール値 90% アップですね。お、乙女ステータス、得意レベル、チューニングですねこれ。ああ、チューニング、7秒前骨格削るわずかの間コンボボーナス 12% アップ、グレート内装パーフェクトです。このチューニングっていうね、ね、特技結構いいんですよね。うん、あ、詳細にも特技の名前詳しく分かりやすく出るようになった。あ、前ちょっと分かりにくかったからね、特技の名前。私は丸暗記してるわけじゃないからね、特技はの効果とか。うん、これは初心者にもだいぶ優しくなったね。いやー、しかしこの画面結構良くなりましたよね。ね、前みたい簡単に選べるし、ガシャの種類よね。おお。ということでね、ま、最後はこのコーナーで締めたいと思います。おお、この辺も新しくなってる、アップデートで。はい、ということで、で、ね、ね、この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。いやいやいや、フェス様々ですね。ひょっとしたら明日も回すかもしれない。このフェスはね、ちょっとね、回したいときに回しとかないとね。少々お待ちください。データが重い。嬉しい笑いが止まりません。はい。はい。本日紹介するアイドルはですね、ね、ちょっと大人っぽい雰囲気の女の子です、うん、ぽいって言うたらまあ大人じゃないよねっていう感じになっちゃうかな。本日紹介するアイドルは、少々お待ちください。少々お待ちください、通り過ぎちゃったかもしれない。あった。本日紹介するアイドルは音倉優希ちゃんです。優希ちゃんはですね、年齢の割にね、ねえ、超身長なんですよね。まあそれでいて大人っぽい雰囲気なんですけどね、の女の子なんですけど、自分では自分のことを子供っぽいっていう感覚で見てて、またね、自分は可愛くないと思っててね、可愛くなりたいという願望があってアイドルになった女の子なんですけども、もうまあデビュー後にね、超身長な背の高い女の子が大好きな人もいるんだよっていうことを教えられてからは、積極的に大人っぽいポージングなどにも挑戦している女の子です。そんなね、音倉優希ちゃんの趣味、ミックスジュース作りはですね、苦手な野菜を自分で克服しようと頑張る彼女の趣味でもあります。そんなね、
ね、頑張る音倉ゆうきちゃん、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧で過去の動画作品別に見れます。もしよろしければそちらご覧ください。ということで次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。